こんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていくかと言いますと、久しぶりの家庭菜園動画を撮影していきたいと思います。前回ですね、家庭菜園やったのは夏の収穫の動画が最後だったと思うんですけど、あれから秋野菜を植えてですね、もういくつかできているものもあるので、できているものを収穫していきたいと思います。久々に天気がめっちゃいいので、今日はね、はい、畑の方に移動していきたいと思います。それでは早速スタート。イエーイ。はい、畑にやってきました。畑撮影は久々ですね。こっち雑草めっちゃ頑張って抜きました。この間あと季節が変わったから、なんか雑草もねそんな生えなくなって、夏前はめっちゃいっぱい生えてたんだけど、今こんな感じです。で、植えたのはこのサニーレタス、サニーレタスと、あとこっちに白菜を植えました。白菜だいぶ大きくなった。じゃじゃーん。わー、もう取れるのかな、どうなんだろう、まだかな、もうちょっとかな。で、こっちがサニーレタスです。で、前かぼちゃも植えたんだけど、かぼちゃはもうダメで、1個だけ取れたんですけど、もう抜いちゃいました。なんかできないような感じだったので、失敗って感じ。じゃあちょっとサニーレタス取ろう。サニーレタス、これが大葉で、で、こっちがモロヘア、夏やったんですけど、もうそろそろ終わりです。キュウリとかナスはもう抜いちゃいました。これは下から抜くのかな、いくよー。おー、色鮮やか。サンチュとかねしたらよさげ。収穫だー。わー、これもこのサニーレタスも結構ちっちゃかったんですよ。結構ちっちゃい苗から今回はやりました。どっちも種からやって夏野菜ちょっと失敗したりしたんで、これどこまで取る、全部なくなっちゃいそう。いいか、また生えてくるのかな。なんか茎だけになった。ぴょーん、また生えてくるかな。改良だ、じゃーん、取ったぞー。美味しそう。白菜どうしよう、白菜取ろうか迷っちゃうな。どうしようか、多分白菜って丸ごと取るんだよねきっと。どうだろうか。なんか向こうにも畑があって、私の畑じゃないんですけど、向こうの畑は多分あれ白菜だと思うんですけど、なんかもっと大きい感じがするから、多分これまだ大きくなるのかなね。どれぐらい、ああ、これぐらいの大きさになったら抜くみたい。これぐらい。微妙。微妙。わかりにくい。じゃあ、今回はこの白菜はもうちょっと成長を見たいなって思うので、これはまだ抜かないでおこうと思います。せっかくだからね、もうちょっと大きくなって、で、鍋とかにしたらいいよね。はい、こんな感じ。よいしょ。
畑はそんな感じで、だから今結構スペースあるんだ。ほらほら、ここでね、きゅうりとナス、きゅうりとナスとかミニトマトとか、フルエンドウもやりました。ここのゾーンで、ここのゾーンはもう何もありません。また夏になったら夏野菜やろう。見せたいものがあるよ。じゃじゃーん、見てこれ。これね、軍手のまま掘れるっていうやつで、これめちゃくちゃいいんだよ。こういう感じ、ガーガーって感じで、このままこうやって掘れるの。だから雑草抜くときとか、雑草がなかなか抜けないってときに、これだけこうやってクシ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 ってやって抜くっていうものでございます。これが今最近のお気に入り。雑草をこういうね、何もないやつでなんか抜けない時に土をほじくったりすると、すぐ穴が開いちゃって、で2セットぐらいね、破れてダメになっちゃった。でこれめちゃくちゃいいですね。えいつもはここでね、ここにね、靴とかがあって、この靴は普段履いてる靴だから汚したくないじゃん。だからここに靴、畑用の靴を置いといて、でここで履き替えて、虫除けスプレービューってやって畑で雑草抜いたりとかしてます。なんか最初はお水やりをいっぱい、毎日じゃないけど、お水やりを週2ぐらいで来てたんですけど、お水をね、あんまりやらない方がいいみたいで、なんか自然の、その雨が降った時に自然と水がかかるような感じだから、人工的に水はやってないです、今は。はい、以上です。はい、今ね、畑から帰ってきました。畑から帰ってきて、ちょっと取ったサニーレタスをね、1枚食べてみたんですけど、なんとめっちゃ苦かったです。悲しい。めっちゃくちゃ苦くて、多分ちょっと取るのが遅かった。ちょっとね、もう1週間ぐらい早く取れば美味しいサニーレタスが食べれたんだと思うんですけど、めっちゃ苦かったです。いやー、ちょっと食べるのしんどいかなってぐらい苦かった。根元に行くにつれて苦さが増しました。残念。はい、まあそんな感じで。まあね、家庭菜園は去年、今年とやったんですけど、まあ結構ね、失敗したり成功したりっていうのをね、まあ様々あるので、まあまたね、来年、にね、生かしていけたらなと思います。はい。っていう報告でした。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。